長瀬多元は、日本の政治家、愛知県北名古屋市長、四活町長を3期務めた、日本福祉大学社会福祉学部卒業。1960年9月、四活町役場に就職。1991年12月、町職員を退職し、同町の助役に就任。1995年7月、助役を辞任。同年9月22日。 四勝町長に就任。1999年、再選。2003年、三期目の当選。2006年3月20日、四勝町は、西春町と合併し、北名古屋市が誕生。4月23日に行われた北名古屋市長選挙に、無所属、民主党推薦で出馬し初当選。同日、市長就任。2010年4月18日に行われた。 北名古屋市長選挙では、全市議の日英正俊を破り2期目の当選。2014年4月20日、3期目の当選。2018年4月15日に行われた、北名古屋市長選挙に、自民党、立憲民主党、公明党の推薦を受けて出馬。元西春町長の大田高速を僅差で破り4選。投票率は46.12%。ありがとうございます。